美味しかったです。あとザモミズっていう、うん、あ飲んでたね美味しかったんですけど、まああれですね、 CM あーやろうだ、一回失敗して2度目でやっと成功したっていう、すごい思い出がありますね。すごい美味しそうなものをたくさん食べて、はい、会が来ました、ね、あの野中ちゃんがバナナの服着てた時あそうだそうだ、すごいもうなんかインパクトがすごくって、そうそう、それが印象にありました。すごい膨らんできた。すごい。
つまでね。楽しみでしょうがないです。そうだね、ちょっと本当にいろいろと今回は洋服
を用意してもらったので、あのスタイリストさんを呼びたいと思います。はい、ではスタイリストの徳永さんです。どうぞ。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。スタイリストの徳永さんです。徳永です。イタリア君です。はい、イタリアです。さあ、じゃあ今回は、イタリア君のためにめちゃくちゃおしゃれな洋服を今回たくさん用意してもらったので、その洋服をじゃあ見てみましょう。はい、どうぞ。まず何からがいいですかね。すごいやっぱ色が秋茶色っぽかったりね。こういうコートとか、めっちゃ大人、ね、大人、めっちゃいい ね。どう、こういうジャケットとかは。いや、まあ出会わないし ないし出会わない。でまず出会わないですね。え、色的には、色的にはあんまり見ないのかもね。そうですね、こういう黒いのがだね、目にいっちゃう。でもやっぱり着ればね、形とかも出ない感じ。 あんまロング丈っていうの持ってなくて、なんかね、このここ最近ロング丈もずっと流行りが続いてるから、はい、ちょっとねチャレンジしてもいいのかな。だから今回はパッと見気になるものとかある？いやでもやっぱこの辺おしゃれっすね。ブラウン系とか、カーキとか、カーキとか。あ、すごい、めっちゃイメージ変わりそう、ね、なんかこれとかぐんと大人になるね、多分。結構さ、顔つきが大人っぽいからさ、イタリア君22歳なんだよね。22歳、この間23になりました。23になったんだ。ありがとう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 。恥ずかしい。突然のおめでとう。ありがとうございます。で、23歳、はい、のイタリア君、はい、ちょっと何歳ぐらいを目指す？27歳ぐらいをじゃあ目指して、5歳、4歳、5歳目ぐらいを目指してきていきますか、ね。では、じゃあ早速着てみましょう。色物あんま着ないっていうのね。あんま着ないです。はい、って言ってたね。いってらっしゃい。はい、さあ、結構色を使ったコーデ楽しみですね。では、着替え終わりましたか？はい。それではどうぞ。
いや、こんなに変わると思ってなくて、うん、すごいなんかこのまあ変えるだけで、普段と全く変えるだけで、うん、こんなに変わるかとっていうのは、すごい変わった。あとサングラスも普段かけないので、うんうんうん、でもすごい似合ってる、うん、本当ですか、うん、ありがとうございます。普段も使ってほしいですね。ではじゃあ今イタリア風着てるコーデのポイントと、うん、このブランドを教えてほしいなと思います。はい、今回ちょっとまあそれぞれの値段は、うん、まあ冬物なので値段は張るんですけど、まあ、うん、日本のブランドなんですけど WJK というブランドのコートに、うん、まあ、ニットもそうですかね、うん、であとはイロコイというブランドのパンツ、うん、で、まあ、全体的にまあなんかそのアースカラーというか、まあ、カーキ気なりのベージュみたいな茶色というので、うん、まあ、まとめつつ、まあ、普段なんだろう着ない色を合わせてるんですけど、まあ、ちょっと安心感として黒の、ね、やっぱこれがあるだけで普段使ってる色があるとね、はい、うん、だからなんかこう一、うん、個ずつ何かを足していけばいいのかな今後はと思って、うん、今回はまあ丸特化してるんですけど、はい、なんですかね、すごい大成功ですね、うん、ありがとうございます。こんなに変わると思ってなかったんで、いやめちゃくちゃ似合ってる、はい、本当に、うん、なんかニットはねやっぱ寒い時期着るって言ってたから、はい、自分の持ってるものを、ね、使ったりとかして、うん、まあ、まだ今年に入ってアウターとか買ってなかったらこういうのを今日着た感じとかを、ね、こういう組み合わせいいんだとか、うん、ね、なんか普段から取り入れられるといいなって思います、うん、はい、うん、じゃあ今後はおしゃれ頑張れそうですか。もっとおしゃれ頑張ります。お、よかった。じゃあ今後のねおしゃれも楽しんでください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。最近海外
張りましょう。頑張ります。さあ、このコーナーでは、コーディネートで変身したい方を募集しています。どしどし応募してください。待ってます。さあ、ここではゲストに写真を持ってきてもらってるので、その写真を見ながら自由に話していきたいと思います。それじゃあまず1枚目から見ていきましょう。はい、綺麗だね。景色、うわ、紅葉しててすごく綺麗ですね。
スリル満点で、このバンジージャンプ好きっていうか、スリル好きにとっては最高だと思います、うん、このロケーションは、うん、ここじゃないですか、入り口。うわー、下に行くぞ。そうだね、やだ、下は川ですよ、川。怖っ、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 まだ行くだけ頑張りましょう。はい、行ってきます。はい、
すごいですね。でもね、私はね、はい、一番あれが好きだよ。コナッツです。クジャク。お作品が一番好きでした。私はあれです。どれ？あの木でできてるやつです。わかんないけども、
車で飛べるかなとかって思ってたんですよ。ほんと？でも今日風がちょっと強くて怖かったからね。なんかもうちょっと晴れた日に行けたら、晴れて風がなくてっていう日だったら、うんうん、あ、もう一回できるかもって思いました。え、やりたいと思う？はい。あ、そう。え、やりましょうよ。無理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 、ほんと無理。だって、わなちゃんがあのバンジーでさ、降りるところ、はい、まで行った時、裏にいた私の方が多分ね、ビクビクしてたと思う。なんかあの後ろもなんか網状になってて、あの歩くところがね、だからすごい下見ちゃダメだと思いながら歩いてた。でもなんか冷静にずっとこうやって座ってたから、あ、怖くないのかなって思って座ってなきゃいけないと思ったの。立てないですよね。立てない、怖いんですよ。網網になってて、もう下が川だから、うん、もうすごい怖いです。そう、今日はちょっと和田ちゃんに任せちゃったところもありますが、ありがとうございます。全然。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。茨城の県北エリアの6市町で、うん、海か山か芸術かというテーマをもとにですね、うん、作品が展示されているんですよ。おー、あー、すごい。てか、さっき遠目から見てさ、はい、立体のものかと思ったら違うんだね。そうですね。あ、すごい。なんかこういう景色好き。こうやって街のことを知れるのがやっぱり芸術祭のいいとこです。キュートの中島咲ちゃんとアンジュルムの和田彩香ちゃんの太刀太田散策でした。はい、じゃあ2人からお土産が届きました。こちらです。これは、ひなぎくとキャラメルのケーキです。ケーキ、ケーキです。ケーキじゃない、ケーキ、ケーキです。もっと細かく言うとケーキ。ふふふ、ふふふ、ふふふ、ふふふ。ということで食べてみてください。はい、いい匂いがする。太刀太田の醤油蔵で作られているひなぎくという醤油とキャラメルを合わせた生地にペカンナッツというものをたっぷり焼き込み、仕上げに赤ワインを染み込ませたケーキです。いただきます。どうぞ。いただきます。大人の味しそう。なんだ、大人。うん、おいしい。おいしい。なんか濃厚なキャラメルの味が強い気がします。香りは醤油だったのに、口に入れるとキャラメルの風味がブワってきて、あとペカンナッツのなんか歯ごたえがすごい楽しいです。結構大きめのナッツ入ってるよね。うん、ペカンナッツって初めて食べたかもしれない。すごい。あ、香りもいいし。おいしい。おいしい。うん、おいしい。うん、すごいしっとりしてる。うん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 、ほんとだ。あ、でもほんと醤油の味する。はい、醤油の匂い、香りがします。うん、すごい最初。でもさ、なんか香ばしい。なんだろう、すごい合うね。合いますよね。醤油とキャラメル。醤油ってなんかお刺身とかのイメージがすごい強いから。なんかなんかすごいしょっぱいじゃん、うん、だけどなんかすごいちゃんとキャラメルといい感じにマッチされてるから、うん、新しい、うん、すごいケーキ、うん、しょっぱ甘い、美味しい、うん、すごい美味しい。ナッツもほんといい歯ごたえ。ピタチオータでしか食べれないんですね、これ。てかバンジージャンプやってましたけど、うん、やってはないか。やってはないですけど、はい、すごかった。すごいさ、うん、距離あったよ。100メートルだって高さ。いや、私ジェットコースターも全く乗れなくて、うん、だからもう、あ、じゃあ無理だな。あそこに行くのも無理かもしれないです。そうだね。いるのも怖いと思います。だってさ、あの出てきた橋も怖いって言ってたもんね。怖かった。でも人生で一度バンジージャンプやってみたいです。私も高いところ怖いんですけど。やってみたくないですか？やってみたくない。絶対怖いもん、うん、だからあそこまで行ったあやちゃんすごいなって思った、うんね、いや、あれは結構本当に勇気いるよ、うん、多分男性でも無理な人本当いっぱいいるだろうし。いや、日本一怖い、ね、え、モーニングで誰か行きそうな人いる？行くかな。やっぱり。あー、行くかね。確かに行きそう。佐藤さん、結構得意で、うん、いつも乗ってるイメージがあるので。そうなの？いつも乗ってるイメージ。すごい。なんかよくジェットコースター好きって言ってるイメージがあるから、うん、なんかいけるんじゃないかなって思います。あと工藤遥香さんとかも。あ、工藤、でも案外女子だからね。本当に。そうなんだよ。いや、でもちょっとね、試してみるのいいかもね、他のメンバーもね。勇気のある方はね、はい、ぜひちょっとチャレンジしに行ってみるのはいいんじゃないかなと思います、はい、そしてこのケーキもね、ケーキもぜひ食べてみてください。はい、
ろそろ番組も終わりのお時間です。2人ともどうでしたか？いや、久しぶりにここを来ていただいたんですけど、やっぱり毎回美味しいものが食べれるのがすごい幸せで、今回も本当に美味しくて、あのモナカのスープがホワイトデーにぴったりだなって私いいと思う。なんかキュンってしますよね。可愛いしね。ぴったりって思いました。いいかも。ぜひ使ってほしいです。私初めてここの席に座らせていただいたんですけど、本当に女子会って感じで本当に楽しくて、お茶もあるしね。お茶もあって可愛い、なんかお菓子ケーキとかも食べて、そして私が今日一番思ったのはコーディネート企画に私参加したぜひそこね、ぜひぜひ。もうあの URL から私応募しちゃいます。そっから行くんや。そっから行くんだ。ちゃんとね、そこ守るんだね。ぜひぜひ、じゃあそこにも参加してもらって、2人ともまた番組に遊びに来てください。お願いします。ということで、また次回。